そのアイドルのディープなトークを聞いちゃう。いやらしい。なんかツンツベスタート、ツンツベじゃなくてツンツベスタート。この方たちです。今週のツンツベは全国から注目のアイドルが大集合。セキララトークをお届けするご存知ツンツベシャリ嬢3後編。今夜もとんでもない話が飛び出すよ。皆さんご注目ください。はい、あー、あー、まさかのルーさん緊急参戦でツンツベならぬルーツベは大盛り上がり。みんなお気に入りの子をルックしてラブになってくれ。今日も巻いていこう。第二の人生もある。私あの背中が大好きなんですよ。抱きつきたくなっちゃうんですよ。どういうことなんだろうね。やばい、触ってもいいですか。いいなぁ、優勝。ありがとうございます。ないですか。ありがとうございます。優勝。続いてのテーマはこちらでございます。ドン、秘密。秘密ですって。エピソードいってみましょう。こちらでございます。実は友達がいない。おー、まずいまずい。寂しい。寂しいやつだな、これは。はい。私です。嘘だよ。いや、あのですね、いるはずだよ。学校とかの友達はいるんですけど、うん、こうやってアイドルさんの友達がいなくて、うんうん、私のグループ自体、夢宮アドレセンス自体まだその対バンとかやったことがなくて、だから私今日初めて一人で参戦で、多分このグループでアイドルさんとガラスするのは初めてなんです。そうだから、その連絡先とかを知らないから、ちょっとすごく今日狙ってるんです。狙われてる。ねえ、みんなどうなの。なんか聞けばいろいろ教えてくれるわけでしょ。私なんか今実は一番気になってんの AD 渚さんなんですよね。本当ですか。なんなんかすごい可愛い、うん、ちょっと待ってよ。好きなんですけど。あれでしょ、あのマスコット的な意味のやつでしょ。そうなんです、そうなんです。え、奥さんとおかしいけどフォローが。あの今日このメンバーの中で AD 以外はエディ以外はですね。呼び捨て。エディ以外はですね。志村さんすごい強化好きですね。AD さんの次っていうのがちょっと悔しいです。志村さん。違う、本当に逆の意味で。逆の意味で。ちょっと待てよ。AD さんはそのマスコットな感じですけど、マスコット、クマちゃんみたいなね。もうなんかこのリカさんはね、もう超綺麗で、綺麗で、大人のなんかこう、大人のなんかもうちょっと魅力が、後で5000円あげるから、いい子、だでも名前がさん付けですもん、なんか AD って、後で500円、背中を見せてください、ルーさん、ここでまた、いやもう本当にアピール。ルーツベ。さあそれでは続いてのエピソード行ってみたいと思います。こちらでございます。バッタレッスン着。レッスン着、はい、お、小野さん、はい、なんか家で、うん、あのダンスとかする時のレッスン着が、うん、いつもパンツなんですよ。パンツってあのパンツ。あのパンツです。このパンツなんだ。あのいつもお履きになってるパンツなんですけど、あの学校で帰ってきてダンスのライブの練習とかするじゃないですか。その時にあの制服じゃやっぱり踊れないじゃないですか。なんで着替えようと思うんですけど、その着替えるまでがめんどくさいというか、なんで上はワイシャツで下パンツで踊るっていう、結構あの実は紐の女で、家でもずっとゴロゴロしたりとか、服も脱ぎっぱでって感じなんです。おじさんじゃないかそれ。まあよく言えばスイッチガールみたいな、うん、あのオンとオフがはっきり。何スイッチガールだよ。オンとオフだって。ね、でまあ何パンツと、はい、あ上はワイシャツ。どういうワイシャツなの。あの学校で着るワイシャツ。白いやつ。はい、白いやつ。なんで私がムキになんだけど。好きなのかなと思いながら聞いてましたけど。ねえ、思いました。でもそんなことやるとお母さんとかそういうのが
やめなさいよあんたとか言うんじゃないの、まあ、もうレディになりなさいよとか。お父さんとかも普通にいるとこでやるんですけど、もうみんな慣れちゃってるっていうか。それはいけないよ僕はそんなファミリー許さないぞえお父さんいくつなんだよ。お父さん36とかめっちゃ若いねお母さんも36。止まっちゃったあルーさんは何歳でしたっけ。来年感激てかそれティーナっしょ。ティーナこれティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストけな。ティーナって何。ティーナのアイドルグラビアユニットが登場しガチンコバトル。マシにネット生放送の獲得ポイント、人気投票やブログアクセス数を競う。さあ本日のコンテンツの大好評を伝わせてみた。本日はギャロー、グッパーゼルをお届け。まずは出演者を紹介してみたいと思います。ピース加藤綾乃。あやピース、絶対負けないぞ。かわいてこい。リベリアンズ小地戸真由美。絶対ぶっ潰してやる。勝負の行方はまだわからない。詳しくはマシルで検索。ただいまこのコーナーに出演している私たちの誰かがカカオトークさんのグループチャットに出演しています。カウントはこちら。カカトも申請して参加してね。ツンツメでもおなじみあのミコーズのデビュー CD ミコアンセムが好評発売中。ツンツメをご覧の皆さん、こんばんは。私たち MICOO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 
すごいポップでキュートでチャーミング、ちょっと面白いというか童謡チックというか、思わず踊り出したくなっちゃうの。絶対一回聴いたら頭から離れないようなリズムがポイント。ミコーズといったらミコアンセムっていうぐらいの曲だと私は思います。皆さん味噌煮込みではありませんからね。ミコミコミーなのでぜひ覚えてください。以上、私たち MICのミコスタではメンバーから直接購入することも可能。メンバーのシフトはホームページやフェイスブックを確認してくれ。ご来場お待ちしています。ミコーズのミコアンセム、みんな応援してくれよな。渋谷へゴー、ルーツベ。さあ、それでは続いてのテーマに行きたいと思います。はい、続いてのテーマはこちらです。何ドン、この人変なんです。この人変なんです。あー、いるよな。うん、どなたかな。あ、これまだテーマでございます。あ、テーマかまだ3回目でまだ理解してなかったですね。なかなか理解がね、アンダースタンドができないね感じになっちゃいましたけど。そうですね、今ちょっとあまりにも面白かったのでよだれが出てしまいました。今言っていいのかなと思ったんですけど、はい、すごいキラッキラしたものがですから、川田君、はい、どんどん進行してってもらいたいんです。かしこまりました。私はあなたのか、要するにオールダーザンユーだけどね、年上だけど一応やっといていただかないと。かしこまりました。来年で60ということなんで。はい、じゃあ今日押しますね、そちら。はいはい、さあ、それでは最初のエピソードこちらでございます。どんなの？
はい、帰ってくるな。これね、大体わかるよ。え、もう予想ついちゃうんですか。うん、まあ、あのこれ帰ってくるなって言われるのは、これ両親に言われてるんじゃないの。あ、夜遅くまでお仕事したからね。するかもしれない。じゃあちなみにどなたでしょうか。はい、はい、原田さん。はい、原やん。原やん、ありがとうございます。新しいニックネームいただきました。原やんです、はい、ありがとうございます。ですね、ええ、まあ、両親なんですけど、両親というか母親に言われまして。当たったね。当たった、うちの母親、だいぶマンフロント、つまり男前な母親でして。マンフロント、マンフロント、まあ、合ってるかどうかわかんないですけど、あのね、両方ね、はい、英語つかないでさ、あ、すいません、どっちか日本語入れといていただかないと私も分かんなくなるんで。すいません、すいません、はい、男前ね。男前で、はいはい、私がこの仕事するために、うん、その香川県出身なんですけど、香川、香川、うん、あの上京するって決めた時に、うん、もう帰ってくるなと、ある程度もういいと思える結果を残すまでまず帰ってくるなっていうふうに言われました。素晴らしい親だな。いいお母さん。素晴ら、うんうん、一人っ子なんですよ私。なのにそれを言える母親って変じゃないですか。なんかちょっと、あ、分かる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 よ、その気持ちよく分かる。帰ってくるなって。この間やっと帰れたんです。うん、なんで。あの一応テレビに出させてもらいまして、やっと帰れたと思う。でも帰りますっていう連絡を入れたら、多分帰ってくるなってまだダメだって言われると思ったから、サプライズで、サプライズで帰ったら、テルせずに、うん、テル帰ったら電話せずにでいいだろう。怒った怒ったお父さんごめんなさい、はい、お父さんごめんなさい、はい、テルせずに帰ったらって、うんうんうん、あのなんでいるのっていう風に、うん、全然優しくないトーンで、方言なんですけど、うん、なんでおるんって言われて、うん、なんでおるん、全然あの歓迎されなかった。まあでもちゃんとテレビは見てくれてたんですけど、そんな感じの変な母親です、ね、変なお母さんですね。いやちょっとこれはね、いいなと思ったよね。お母さんが帰ってくるなっていうのは、はい、その要するになんつうのかな、本当は帰ってきてもらいたい、 その気持ちがマウンテンマウンテンなんだ、ごめんなさい、山々なんだけど、はい、ね、そんな使い方が、バック、はい、BUT、はい、要するに自分の娘がグレートにならないと、はい、うん、そんなお前は甘いもんじゃないんだよっていうね、え、そのね、何、ペアレンツ心、親心親心、これはね、あなたね、やっぱり自分でフィール、つまり感じないとダメだよね。はい、わかりました。素晴らしい。で、お母さんはちなみに昔何になりたかったの。やっぱりアイドル系になりたかったの。マザーもアイドルになりたかったみたいですね。やっぱりね、ね、夢を託したりしますか。あ、今前まさに触れてくれなかったんですね、初歩的すぎ。いやいや、そんなことないんだけど全体的にもう慣れてきたんです。そうですね、慣れてきたでしょうね、うん、うん、まあ、やっぱり子供なんだからさ、はい、やっぱりさ、ママこう、なんかこうさ、甘えることも必要だよ。そうですね、だってアローンでしょ、アローンでジャパンにいる、ジャパンじゃない、東京にいるわけだろ東京にいるわけだろ。そうです、アローン。だから、いや違うのよと、まだまだ一生懸命頑張ってるんだけど、はい、だけど時間があったんでママの顔見て、フェイス見たかったのよって言って、はい、でこうホールドすればいいじゃない。そうするとお母さんも背中よしよしルさん、え、ルさん、何、だんだん下がってくる。何言ってんだ、今解説してるんだろう。え、解説、あ、そう、すみません、そうですよね。でこよしよし、いやもう超素敵、よしよし、超素敵、すごい超素敵、こういう風になるわけ。そうですね、今来なかったからドキドキしましたよねそろそろ来てもいいんじゃないかみたいな。いやもう私あと2回来たらもうやばいですよ。いい加減しなさいホールドしちゃいますよ、バカもホリデーホリデーにしなさい休み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 、さすがルーツベ。そんな原田さんなんですけれども、なんか特技があるそうで、あ、そうなんです、そちらを披露したいと。はい、じゃあちょっとやって。ありがとうございます、はい、実は私モノマネが特技でして、今日、はい、ルーさんとご一緒できるということで、はい、ルー語を取り入れたモノマネをちょっと作ってきまして、やらせてもらってもいいですか。いいでしょう、ありがとうございます。ご機嫌ご機嫌。ですね、ルー語で喋る洋画吹き替え版の日本人女性の声ということでやらせていただきます。はい、だいぶ長いタイトルですけど、いきます。もしもしマップ、死んでいたらひどいの聞いて。昨日ね、私待ち合わせに遅れそうで、ショルダーでウィンドウを切りながら走ったの。それなのに死んでいたら来ないの。あー、もうアンラッキー。ありがとうございます。すごい、素晴らしい、ありがとうございます。すごい、今度から使わせていただきたい。お願いします、ぜひ広めてください、ルーツベ。さあ、それではですね、続いてのエピソードいってみたいと思います。はい、続いてはこちらです。私、私、
何でしょうねこれは。お、はい、バンちゃん、バンちゃん、はい、美味しいのバン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 ちゃんです。はい、はい、よろしくお願いします。バン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 、はい、うん、あの自分の、うん、あの犬飼ってるんですよ、ドッグ。はい、ドッグです、うんうん、それがすごい可愛すぎて、うん、なんか本気で食べようかと迷いました。ちょっと待って私、顔食べたことある犬。何が？あ、本当ですか？あの、可愛すぎて、うん、なんか食べてみたいなと思って、うん、顔半分ぐらい口に入れたことあります。わぁ、な、種類は？チワワ？チワワなんですけど、同じで大きいので、うん、あの、小型犬、普通の小型犬ぐらいはあるんですよ。チワワなんですけど、5.5 キロあるので、うん、入ったの口に？入りました、結構。迷惑だろ、チワワ。あのでも面白いんですよ、口の中で呼吸するんで鼻息が、うん、喉に当たるんですよ。すいません、今やってみな、今度あの今、今バンちゃんの話なんで急に取るなよ、本当につい食べたことあるなと思って、うん、なるほどね、はい、あ、ちなみにどんな犬飼ってんの？チワワで、さっきチワワか、はい、すごいちっちゃくて、入る入る口の中入りますよ。だからさ、口の中入れると、はい、なんか毛とかなんかいっぱいあってで、ノーグッドじゃないね、衛生的にも良くないから、だからちょっとこの何、頬とか頬でこうやち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 カメラさん、アップに撮らなくていいですよ。プロデューサーは君だ。秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス、ますます盛り上がりを見せるバックステ外神田一丁目を君ならどうプロデュースする？秋葉原へ急げ。アフィリアサーガイースト、私たちの癒し魔法をギュッと凝縮した楽曲が盛りだくさんです。アフィリアサーガイーストセカンドアルバムが4月24日に発売。みんな聴いてね。ワンマンライブ東名阪ツアー開催決定。たくさんの愛と勇気を届けるよ。アフィリリルー。あの、なんかこういう経験あります？はい、じゃあ関係ないことで、うん、あのルーさんに質問をしようと思ってたんですけど。ああ、いいですよ。大丈夫ですかね。はい、はい、まあ、いろんなね、キャストアイドルがいる中で、今日の中でルーさんの一押しは誰ですか？本当に、まだそんなだってあのね、はい、あの君はまだチャイルドだからね。あのそんなことをね、おじさんは言えないよ。はい、例えば誰だとかさ、はい、この人が一押しだとか、そしたら他の人たちが傷つくじゃない。なんで、あた、あの子だけなの、ルーさん、私あなたのこと好きだったのにっつって嫌われちゃうじゃないですか。私がそうなんですよ。何が？ルーさんのことが好きなんで。よせよ。ルーさんのことが好きなんでちょっと選んで欲しかったなっていうのがあったんですけど。アダルトからかもんじゃないぞ。やけどするぜ。ちょっと今私ルーさんが好きなんですって告白したでしょ、うん、そのなんかこのボイスがバーンと俺の胸に刺さって、今はっきり本当の話なんだけど、はい、ボディが、はい、私の体がチキン好きになっちゃった。あ、鳥肌が立っちゃった。ちょっと長かったんでね、はい、もうちょっとコンパクトで言うべきでしたけど、はい、皆さんも待ってくれてどうもありがとうございます。はい、ダメだよそんなこと。君も素敵。 ありがとうございます。みんな素敵。誰だとか言いたくない。はい、うん、ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。素敵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 。わざわざ飛びましたよね今。え、ルーツベ。続いてのテーマはこちらです。ドン。私の悩み。あ、これはもう大事ですね。まあ、皆さん抱えてます。人間には悩みある。うん、うん、はい、最初のエピソード言ってみましょう。こちらです。ドン。教えてください。お、教えてください。教えてください。はい、はい、何、古川さん。私なんですけど、うん、こうアイドルとして今日もここに呼ばれてるはずなんですけど、私すごい行動が男前というか大雑把というか、その可愛らしくしたりとかすることが苦手で、うんうんうん、今一番の悩みがなんか自分が出てたライブとかの映像を後々見ると、踊ってる時は、まあ、自分がよく踊ってんなとか思うんですけど、ライブになるとなぜかこうやって立ってるんですよ。人の話を聞いてる時も絶対こう仁王立ちなんですよ、足が。それが最近の悩みで、なんか他のアイドルの方と対バンするとこうみんなこうやって並んでるじゃないですか、こうやってこう
なんかマイク両手で持ってみたいな、私こうなんですよこれが最近のすごい悩みで、やってる時は本当に自覚がなくて素でこうやってやっちゃうんですよ。それはおかしいよやっぱり、はい、だから、ぜひ今日、普段どうやって気をつけて立ってるのかなっていうのを、うん、こうアイドルさんに聞きたいなと思いまして、はい、例えば立って要するに待ち方とかそういうのあるんでしょ、はい、背筋伸ばしてこんななって。私も結構姿勢が悪い方なんですけど、でもしっかりちゃんとお腹を締めて、こんなことはさすがに、なんか先頭上がりの牛乳飲んでるみたいじゃないですかねそう、こうやってマイクがどっか行っちゃってますこうやってな、だからちゃんと気をつけをして、はい、後ろに手とか、後ろに手ですか、その話によって表情変えてみたりとかしますね。ありがとうございます。すいません、だから今戻ってんじゃないか、ほら戻らないでください。しかも13歳の子に教えてもらうなよはい、まあ、こなっちゃん、あとはさ、うん、まあ、雑誌とか読んで、おめえが言うんじゃねえよありがとうございます。びっくりした今。ルーツベノーメイク、すっぴんっていうことでしょうかね。そうですね、うん、はい、これははい、青島カレンです。はい、カレンちゃん、私今までに PV 撮影とか以外でいつもすっぴん、メイクをしないんですよ。一年中すっぴんっていうキャラでやってるので、今本当に何もしてないんです。すごい、かわいい。チークとかも全くやってないので、で、キャストの子たちがいつも化粧の話をしてるんですけど、その時に全くついていけなくて、それがすごい悩みでもあります。贅沢な悩みなんじゃないのこれは。まあ肌が綺麗とかありますからね。だってさ、もう化粧しなくても可愛いっていうのはさ、素晴らしいことじゃない。うん、本当羨ましいよね。してるでしょ。してますね。してるよね。かなりしてるだろう。はい、今日ちょっと地デジ対応にしてみましたえらい。うまいね。でもいいじゃない、今やっぱり健康的だし若いから、はいはい、僕はちょっと塗ってんのかなと思った。ファンデーション全く何にも本当にしてないで、何目もなんかこんな描いたりとかそんなのしてない。しないです。なんかこう上げるやつもやったこともパチパチってやつね、はい、上げるやつってまだまだ大丈夫、あなたシワも全然ないんだから。でもちょっと一回だけ、すごい濃い化粧をやってみたいなって、そしたらせっかくなんで、このメイク、今日してもらって、この番組エンディングで流すとかどうですか。面白い。いい、初めていいこと言ったな初めていいこと言った、じゃあよかったら、はい、メイク道具あるみたいなんで、はい、やってみたら。メイクをした青島カレンの姿は番組エンディングでルーツベなんかある。はい、じゃああなた。はい、はい、萌えなずきです。はい、私も悩みがありまして、今大阪から一人上京してきてるんですけど、姉がこの間東京に遊びに来て、二人でちょっと悩みを打ち明けはったんですけど、周りの人とかが、お金がないっていうのが、理解できへんなって言って、なんかお金がないってどういう感覚なんやろうって言って、お姉ちゃんと二人で、なんかどうしようって言って悩んでて、そんな私でも幸せに結婚とかできるのかちょっと悩んでます。いや、できるんじゃないですかそれちなみに髪の毛をですね、最近トリートメントしたんですけれども、萌野さんおいくらでしたっけ。なんか安くしてもらって5万円ぐらい。ぼったくられてたよ。やばい。どのぐらい、もう何、こっちの東京にいるの、うん、どのぐらいいるの。もうすぐ1年。お父さん急に長く話そうとしてますよね。おお、恐ろしい悩みだな。萌えあずちゃんの規格外のお悩みにルーさんもサプライズ、びっくりだね。この後はエンディングだよ、うん。てかそれ、ティーナっしょ。ティーナ、これティーナパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストけな。ティーナって何。ティーナ、
ディオマルハン未公の時間ということで、早速、おはがきいただいております、はい。東京都渋谷区ペンネーム渋田さんからいただきました。私は女子力の高い女の人を見ると、はい、なぜかイライラします。何でしょう。多分自分が持っていないものを持っているからなんだと思うのですが、皆さんが生理的に受け付けない女子はどんなタイプの女性ですかということですね。はい、じゃあリーダー。はい、胸がこう開いているって分かってるんですよ、本人は。うん、であとはこう、うん、ちょっとこの辺が緩い服をあえて着てきて、しゃがんだ時に見えて、あ、見えてたみたいな。これは今、あのスタジオにいる男性がみんなニヤッとしてるんですよ。そういう子いいなっていうやつなんですよ。男性は好きなんですよね。俺、でも俺いいだって。女性からしたら、うん、ここはきっちりでしょって感じなんですよ。計算してんじゃねえよと。ここはしっかり締めとかなきゃダメでしょう、ね。あ、お女子として。女子として。なるほど。ね、あ、いいねそれ、はい。でも私もそれちょっと無意識にやってるかもしれないです。ちょっとチラ見せみたいな。でもみんな見てないじゃないですか。他ありますか。はい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 。マラソン大会など。試験やそういう時に私は勉強してないとか、私は自分のペースで走るからって言ってるのに、最後抜かしちゃう人とか、こっそり勉強して100点取っちゃう人とか、ちょっとうーってきます。そんなさ、漫画に出てきそうな人いる今。いるの。はい、ウテニーさん。はい、ウテニーさんね。はい、臭い女子とかが嫌ですね。おっと。やっぱり女性は女性らしくというか、うん、やっぱいい匂いが香るのが女性というか。なるほどね。はい、こっちありますか。はい、はい。八方美人な女子がダメです。八方美人ね。なんかさっき言ってた人と一緒 ね、 ちょっとね、人の話にすごい合わせるのに、こっちでは向こうの悪口言っててみたいな、うん、でもこっちにはあの子嫌だよねとか言ってるような子が無理です。最低だよ、その人いるの。いますよ。聞きながらこれ歴史だよ。もしかしてこれ落とし込まれてる。ニコの時間はまだまだ続く。ルーツベ、無事にですね、はい、ツンツベシャリ城パート3、はい、終わりましたけれどもね、はい、私大学みたいな形だったんですが、はいはい、いかがだったでしょうか。あ、ルーさんはどうだったかっていうことを、今あの最後にちょっと抱きつかしてもらっていいですか。ちょっと待ってよ、まだエンディング終わってないんで。今日だけなんで。じゃあ前話あり、ね、うん、じゃあ、まあ、とにかく前話急げということで。早くいいですか、はい、あら、じゃあちょっと目つぶっといてもらっていいですか。はい、じゃあ失礼します。うわーおすごくいい背中ですね。ちょっと、はい、仏のフェイスも3タイムズまただぞ。本当に全力私のお知らせです。来る3月17日ツンツベプレゼンツ春の大感謝祭と題して、新宿ブレイズにアイドルが大集合。詳しくはツンツベブログをチェックしてね。この番組はご覧のスポンサー